演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はみんなこの豊かなごまの香り、ごまだれザルうどんを食べたいと思います。おつゆのうどんやそばは結構もちろんポピュラーでしょっちゅう言いますけど、ごまだれって珍しいですね。どんな味わいになるんだろう、楽しみですね。ちらっ、ちょっと見せたらこぼれますけど、ごまだれというだけあって、いわゆるあの白いごまのタレですね、スープが。なのでちょっと多分違う独特の味噌になりそうです。はい、見てください、ほら白いですね。見えにくいですけど、いわゆるお鍋とかのごまだれですよ。ではいただきます。ごまだれのごまの風味がとっても香ばしくて、コシのあるだうどんのどく絡んでとっても美味しかったです。普通のおつゆとやっぱりまた一味違った美味しさがありましたね。でも鍋でごまだれをつけるとまた違う、そんな感じでした。茹でるのとはやっぱり麺の味わいが違うからかな。これそばでもやってみたいですね。というわけでこちらの点数をさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。